した映像の中にも UFO の大群が映っていた。画面左が日本列島、右は日本海の上空を飛ぶ UFO の大群、そして光り輝く都市は東京である。すごい。撮影したのはスペースシャトルエンデバー。多数の UFO と見られる大群は何も光を発せられるものがないはずの日本海にある。漁船のいさり火であるならばこれほど明るく映るはずはないという。それに都市の明かりが乱反射して映り込んでいるのでもない。もちろんこれほどの光であれば乗組員たちも気づいていたはずである。国際宇宙ステーションのソーラーパネル横を通過する UFO。 しかし UFO らしきものが映し出されるとすぐに軌道追跡画面に切り替わってしまう。スペースシャトル飛行中は24時間ライブで放送しているだけに時折 UFO が現れるという。この映像はシカゴ上空を飛ぶ UFO。 宇宙飛行士は UFO に気づいたのかわざわざ UFO にズームインしている。がこれも先ほどと同様画面はすぐに切り替わってしまう。このような映像がありながら NASA はその答えを出そうとはしない。